エミリアーナ・コンチャス・スベルカソウは、チリの富豪の女子相続人。19世紀後半のパリ社公会の花形の一人で、画家、ジョバンニ・ボルディーニのモデル、ミューズとしても知られた。チリ最大の武道主会社コンチャ・イトロの創業者で、大倉大臣を務めたメルチョル・コンチャ・イトロと、その妻エミリアーナ・スベルカ僧ビクーニャの間の次女として、生まれた。父方は、 スペイン統治期の総督を出し、爵位を授けられた名門サンティアゴ・コンチャカの末裔。母方の曽祖父は、チリ暫定大統領を務めたフランシスコ・ラモン・ビクーニャ。母方の叔父は、外務大臣で画家のラモン・スベルカ・ソー・ビクーニャである。パリで育ち、幅広い教養を身につけ、数カ国語を自由に操り、芸術に関心が深かった。1889年6月16日に、 ルイス・グレゴリオ・オッサ・ブラウンと結婚し、間に二人の子供を設けた。巧妙な肖像画家、ジョバンニ・ボルディーニに絵画制作を習い、ボルディーニのお気に入りの肖像モデル、ミューズとなった。肺炎にかかり、スイスのサナトリウムで死去した。ボルディーニの描いたエミリアーナの肖像画には、以下のものがある。AB、ヘンローハーデ・エル・エファミリア・コンチ。13092012閲覧。 ありがとうございます。